それこれを見ている動物病院の先生たちからは称賛されることを先生見てください。こっからが中国、僕はみんなを代表して言っときますけども、はい、太ったワンちゃん猫ちゃんの手術は大変。そうなんですか。大変です。やっぱりもう脂肪が多いですから、はい、もう臓器を出すのに脂肪をのけてのけてっていうのけてのけて、はい、はい、そこに、臓器にアプローチしていかないとダメなので、太ってるワンちゃん猫ちゃんは手術が大変です。猫ワン、ワンちゃん猫ちゃんと仲良く暮らすための30分番組猫ワン。猫ワンはご覧のスポンサーの提供でお送りします。あなたのワンちゃん猫ちゃんは運動してますか？今日は大和動物病院の大和陽介先生に運動の大切さについて聞くよ。イタリアの猫ちゃんのお散歩にもついていっちゃいます。大和動物病院も猫ワンを応援しています。猫ワン、もしワンちゃんや猫ちゃんがいなくなったら、すぐに警察と保健所、愛媛県動物愛護センターすべてに連絡してください。写真を持っていくと確実です。保健所に収容されると1週間から2週間で殺処分になってしまうケースが多いんです。マイクロチップを埋め込んでおくと首輪がちぎれても大丈夫です。今治市古国部桜井動物クリニックは猫ワンを応援しています。やってきたのは松山市石風呂町の大和動物病院。大和陽介先生です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。先生ご自身アスリートということで、はい、トライアスロンとかマラソンとか、はい、もうフル出場なんですけれども、はい、ワンちゃん猫ちゃんにとって運動っていうのはやっぱり必要になるんですか？はい、ズバリ必要です。必要ですか？はあ、はい、ワンちゃんも猫ちゃんもどちらも必要です。はい、まあ、ワンちゃんはお散歩っていうのがね、もう毎日しなきゃいけないというか、飼い主さんの義務というか。そうですね、はい、まあ家にばっかりいるだけであればストレスにもなりますし、やはり体を鍛えてる意識はなくてもお散歩するだけでも鍛えられます。で、体を鍛える、まあ、適度な運動ですね。もう私みたいに過剰な運動はしない方がいいですけども、適度な運動っていうのはやっぱりそのまま健康、あとは寿命、そういうのに直結していきます。日本では小型犬、超小型犬、まあ、チワワとかトイプードルとか、人気でお散歩が必要ないと考えていらっしゃる方もいらっしゃいますし、お部屋の中自由にしてればということですか？そうですね、健康になるための運動には全くなりませんので。嘘でしょ、知らなかったです。まず家の中走り回ってるだけでは、うん、全然もうマラソンは完走できませんしね。そうなんですか。まあ、マラソンは完走はしなくていいんですけども、うん、まあ、立ってるだけよりも歩く、走る、そういうことによって骨、筋肉にかかる、重さっていうのは体重以上のものがかかります。ずしんときますね。そうです。それで、体が鍛えられます。まあ、極端な例で言うと無重力の宇宙に行く宇宙飛行士さん、あれ日本に帰って、あ、まあ、日本では地球ですね、地球に帰ってきた時にはうまく歩けないぐらい筋力が低下してる、立ち上がれないっていうのは、これは比較的有名な話かと思うんですけども、はい、筋肉骨に十分体重をかけることによって負荷をかけることによって、うん、要は歩くことですよね、うん、走るのももちろんいいですし、そういうことによって骨も強くなるし筋力も強くなる。
で、若いワンちゃんを飼われてる方はあんまりこういう話を聞いてもピンとこないかもしれないんですけども、特に気をつけてほしいのはやっぱり年を取ってからなんですね、はい、で若い時っていうと確かに何にもしなくとも衰えを感じることっていうのはない。ただし年を取っていくと、もう途端に特にワンちゃんですと後ろ足ですよね、から弱っていきます、で、じゃあそんな時にじゃあこれから運動を始めようって言って運動習慣がないワンちゃん、これからじゃあ運動始めれるのっていうと、年取って急に言われてもね、まあ、無理ですよね、うん、なので若い時からやっぱり運動する習慣をつけると。だから患者さんのワンちゃん見ててもよく運動する子ってものすごく元気ですよ。年取っても年取っても元気です。やっぱり長生きしてますよね、そういう子たちっていうと明らかにそこらが違ってきてます。はい、じゃあ一体どれくらい運動すればいいんですかね、ワンちゃんだと。小型犬ですと、まあ、最低1日2回15分を、行う、まあ、合計で1日30分ですよね。今の時期だとかなり暑いですから、はい、朝早い時間と日が沈んでからということになります。そうですね、まあ、特に朝長め、まあ、夜短め、夜はアスファルトも熱せられてますから暗くなってからって言ってもまだ暑いので、そこは十分気をつける必要はありますけども、はい、お散歩をしてあげてもらって、アスファルトを触って5秒以上熱いとなったらもうダメですね。5秒間ダメですね。もう実際に触ってください、はいはい、やっぱりもう夜でも結構ぬるいというか、はい、それだけアスファルトに我々よりワンちゃんの方が近いですから、はい、これはもう熱中症の、まあ、常識として今はなってるかとは思うんですけども、日が沈んでからでも熱中症にはなりますので、そこは十分気をつける必要はありますけども、運動は必要なので、はい、あとじゃあ年を取ってきてちょっと弱ってきたなと思うワンちゃんも若いワンちゃんと同じくらい散歩はした方がいいんでしょうか。そこは無理のない程度ですけども、特に心臓疾患がないとか、関節炎があるとかそういう病気を持ってない子であればやっぱり積極的に運動はすべきですし、人間でもよく寝たきりになっちゃった方っていらっしゃる。でそのきっかけが例えば何か足を怪我しちゃって、歩けなくなっちゃったと。怪我は治ったけども歩く、そういう習慣がその期間途絶えたので結果も寝たきりになっちゃって、じゃあそこからじゃあ再び歩けるようになるかというともう二度と歩けなくなっちゃったっていう話って聞くじゃないですか、はい、同じなんですね。やっぱりこう運動できるうちにやっておいて、はい、じゃあその関節が悪くないかとか心臓疾患があるかないかっていうのはやっぱりチェックしてもらってから散歩の長さを獣医さんにもアドバイスしてもらった方がいいですよね。そうですね、やっぱり一頭一頭は違いますので、うん、そこはアドバイスをそれぞれの先生からもらえたらと思います。若いうちから、肥満そういうのが原因で、病気になる場合も最近は増えています。よく人間の方で病気が昔と違って欧米型の病気になってきたっていうことを、人の方では聞かれてるかと思うんですけども、それ実はワンちゃんの方もそうで、はい、番組後半では獣医さんの本音トークが炸裂、お聞き逃しなく。猫ワン、寒い日や雨の日、車のエンジンルームに猫が入っていることが、そのままエンジンをかけると車も猫も大変な事態になります。ボンネットを叩いてチェックだけだと大きな音に驚いて猫は身を固めてさらに隠れてしまいます。ボンネットを開けて猫がいないかチェック、同時にウィンドウォッシャー液やブレーキ液、バッテリー液やエンジンオイルなどの量のチェックもできますね。ほんの30秒の手間で車も小さな命も守れます。これでよし。国道56号沿い伊予郡正木町神楽動物病院は猫ワンを応援しています。犬や猫、
フェレット、ウサギ、ハムスター、小鳥など心配事は何でもご相談ください。一緒に解決していきましょう。一色動物病院。ハンディを持つお子様へ、テローグループで IT を学びませんか？建築家になってなれるかも。夢を広げるテローグループ。松山市上高野町のタンポポペットクリニックです。タンポポペットクリニックでは往診にも力を入れております。ワンちゃん猫ちゃんを病院に連れて行くのが大変な時は私が往診します。お気軽にお電話ください。猫ワン番外編、イタリアのベネチアにやってきたよ。干潟に作られた海の上の島ベネチア、運河にボートが行き交う世界遺産の町。15世紀に作られた町がずっと残っています。あちらこちらに教会や塔、広場があります。この朝見つけたのは1匹の猫ちゃん。広場を独り占め。毛づくろいの邪魔をしちゃったかな。どこ行くんだろう。行ってもいいかな。車が通らないからお散歩もゆったり。まだレストランも開いてないね。お店に入っちゃった。みんなが朝のコーヒーを飲むお店。うまい。Your mother is a little bit of a customer.
猫ちゃん慣れてる様子。Gallito spritz, ara, gallito spritz, è il mio di latte, croissant e magna, un croissant e latte, bicchiere di latte. Ecco qua, ara, bicchiere, una tazza grande. あ、何かもらってる。ベネチアの1050番地、優しいおばさんのカフェの猫ちゃんでした。飼い主のいない猫に餌を与えるだけでは猫を救っていることにはなりません。餌を与えて栄養状態が良くなれば不幸な子猫が多数生まれます。不妊去勢手術を考えましょう。手術をすることで多くの病気を防ぐことにつながります。伊予郡戸部町リバーサイドショッピングセンター内、戸部ペットクリニックは猫ワンを応援しています。猫ワン松山市山越6丁目のトリミングドッグディーバです。あなたのアイドルを素敵に輝かせます。心を込めてトリミングいたしますので、どうぞお気軽にお問い合わせください。待ってます。ペットは飼い主さんだけが頼りです。飼う前には最後まで責任が取れるかしっかり考えましょう。年を取って介護が必要になっても息を引き取るまで愛情を持って飼いましょう。旧国道196号沿い、伊予北条駅より車で3分、松山市北条辻松山北条動物クリニックは猫ワンを応援しています。行くよ、どうぞ。どうちゃん、松山市の梅の産地のドリちゃんとミワちゃんのお散歩にお供させてもらっています。よいしょ。あれ、ワンちゃんにかかってないですか、おしっこ。マナーバンド一応してきたんで。あ、そうなんですね。おむつみたいなもんなんですか。そうです、そうです。へー、あのエチケット用みたいな感じです。へー、ちょっとなんか半公共の場みたいなところだと始末ができないんで、できない、あの匂いとかが残ってもいかんですし、例えば芝生の上にかけちゃうと芝生がそこだけ黄色くなったりするみたいなんですね。歯もないんですよ。歯がないんです。あるじゃない、下の歯。これなんでだろう。これはもうあの妊娠すると、妊娠出産すると人間もなんですけどね、栄養取られて、そうそうそう、よう頑張ったんよね、きっとね。ねえ、偉かったね。排泄したうんことかを拾うのはもう最低限のマナーだなとは思いますね。あとは、まあ、行き交う自転車とか車とか人とかもこう常に気にしながらお散歩させてもらってるみたいな感じですかね。
同じ道を共有させていただいてるみたいな、その心がけでですね。もう邪魔にならないように、前から車が来たら止まる、後ろから車が来たら止まる、うん、でこう確認してからまた自分らも進むみたいなことはしてますかね。ワンちゃんの様子をチェックしたりとかもできるんですか？します、します。同じ道を歩くにしても、今日はそのちっちゃいその段を歩けたり、あ、今日は歩かんのかなとか、あともちろん便の様子とか便の回数とか、あとは季節によって花粉症なんですよ、こっちが鳥が。なんでそのあそろそろ花粉飛び始めたなとか思うと、お散歩の回数ちょっと減らしたり、うん、ですかね。えへ食べるけんよざっと何種類か膀胱結石って種類があるんですけども、一番ストラバイトっていう石が多かったんですね、はいはい、今まで向かって、よく聞きますね、うん、それこそ10年前まではその石が一番多かったんですけども、それが今では周酸カルシウムっていう石が多くなってきてるんですね。なんででしょうね。実はこれ欧米型、さっき言った欧米型の食生活、ツッコミ入れていいですか、はい、欧米かみたいな、欧米だそういうことな、はい、食生活が、食生活が関係している、あとは肥満も関係していると言われていますね、はい、ということはやっぱり運動でカロリーを少しでも消化しないとということなんですか。そうですね。で、結石について言うと、運動することによって、うん、やはりハーハーハーと、息がね上がります、はい、息が上がる、そうするとワンちゃんは喉が渇きます。確かに。そうするとたくさん水を飲むんです、うん、たくさん水を飲むっていうのは膀胱結石とかには非常にいいことなんですね。石の成分が膀胱に溜まってきても、どん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 おしっことして、水を飲むことによっておしっこをどんどん出してくれれば、それだけ、形となる石になる前に流してしてしまう。なるほど。じゃあ先生、猫も結石の子多いと思うんですよ、はい、そういったこともやっぱ運動、猫ちゃんにも必要ってことですか？必要ですね、はい、猫は散歩にね外連れて回るのはちょっとできないですけど、はいはい、猫は散歩は難しいですし、リードをつけてこう歩くっていう、なかなかそれはもう一般的には難しいんですけど、逃げる恐れも多いですからね。猫は盾です。盾よくキャットタワーってあるじゃないですか。ありますね、はい、猫は平面の運動ではなくて、うん、縦の運動ができるようにしてあげてほしいんですね。横じゃなくてなんで縦なんですか？猫は習慣としてやっぱり犬と違うんですね。木登りもできますし、はい、でも家の中では登れる木っていうのはないんで、その代わり飛んで上がれるキャットタワーだとか、階段があるうちだったら階段ですよね、はい、そういうふうに積極的にこう、上の方にちょっとあったかいこう毛布とかを置いて寝れるようにしてあげたいだとか、はい、快適なところがあそこにあるよ、上がってみようかなみたいな。そうですね、はい、そういうふうに上に上がれるような環境を作ってあげることが猫の運動につながりますので、あとは特に猫、最近さっきの結石もそうですけども、糖尿病なんかも猫で、犬も猫も糖尿病にはなるんですけども、特に猫の糖尿病っていうのは、人での生活習慣病での糖尿病と同じタイプの糖尿病なんですね。なので肥満です。肥満が糖尿病の原因になるんです。じゃあデブ猫ちゃん可愛いとか言ってる場合じゃないんですね。そうなんです、可愛いんですよ、可愛いんですけどももうこのままだったら糖尿病になるから勘弁してねっていうような子がやっぱり、最近では多いので、やっぱり食事の制限というか適量を上げることと、そうですね、運動になるわけですか。そうです、そうです。でもなんかなかなかレイジーな怠惰な猫ちゃんって多いじゃないですか、はい、どうしたらいいんですか、はい、うん、
まあ、あの積極的に飼い主さんがもう遊んであげるっていうのでもいいですよね。おもちゃいっぱいありますからね、はいはい、でどうしても太ってしまうとさらに運動しなくなるの でそうなるとまたさらに太るっていう悪循環なので、はい、もうそこは積極的に、はい、運動してあげること、あとはまあカロリーの抑えられたフードなんかもあるのでそういったことで、はい、体型を維持してあげてほしいですね。すいませんちょっと聞いていいですか、はい、猫ってのは1日何回どれぐらい餌をやったらいいもんなんですか。回数ですか。回数実はですね猫は習慣として一度にドカッと食べない生き物なんですけども、食べてやめて食べてやめてやってますね、はい、実はそれはいいことなんですね、はい、ドカッと食べると、まあ、血糖値が急上昇するんですよ。なので血糖値が上がることってあんまり、はい、体にとってはよろしくないのでちょこちょこ食べて、緩やかに血糖値が上がる、はい、それは実は理想的ではあるんです。だから回数は多くて構わないのでそれをまあ1日の総量を決めてですね、フードのパッケージのこう裏側を見ると体重何キロで1日何グラムって書いてるはずなのでそれを見てそれをじゃあ回数で分けてあげればいいので別に1日2回とかにこだわる必要はないです。そうなんですね、はい、わあ勉強になりました。ありがとうございます。うちのも運動させます。はい、はい、先生は1日、はい、どうぞ。あとちょっと通信これはおそらく背筋が伸びましたまあ飼い主さんたちにとっては直接関係ないんですけどもおそらくこれを見ている動物病院の先生たちからは称賛されることを先生見てください。こっからが注目。僕はみんなを代表して言っときますけども、はい、太ったワンちゃん猫ちゃんの手術は大変。そうなんですか。大変です。やっぱりもう脂肪が多いですから、はい、もう臓器を出すのに脂肪をのけてのけてっていうのけてのけて、はい、はい、そこに臓器にアプローチしていかないとダメなので太ってるワンちゃん猫ちゃんは手術が大変です。なので手術時間は長くなる、手術費用は高くなる。費用も変わってくるんですか。それだけやっぱり麻酔量も変わってきますし、はい、労力という点で大変なので、はい、知りませんでした。これは飼い主さんにとっても重大な問題ですね。そうですね。そんなこと言わず頑張れよって言われるかもしれないんですけどもいや頑張りますよ、うん、頑張った分はやっぱりそりゃそうですよ、はい、ワンちゃん猫ちゃんにも負担がいってしまうし、うん、太るっていいことナッシングですね。そうです、ナッシングです。ナッシングです。運動と食事、先生テレビをご覧のワンちゃん、猫ちゃん、そして飼い主さんにバシッとお願いします。人も犬も猫も適度な運動、適度な食事、これが健康につながります。ぜひ体型以上、飼い主さんともども目指してください。大和先生ありがとうございました。ありがとうございました。トライアスロン頑張ってください。頑張ります。散歩の時はリードを外さないようにしましょう。伸びるリードも犬嫌いの人にとっては恐怖です。糞は持ち帰り、尿もペットシーツで吸い取ったり水を流したりして人に迷惑をかけないようにしましょう。松山市東のディスカウントドラッグコスモス東の店斜め前、村上犬猫病院は猫ワンを応援しています。ただいま。お家古くなっちゃったね。そうだ、ちょっと待っててね。なんだこの行列。ケース平岡工業。日本ケアドッグ協会はワンちゃんと飼い主さんの絆づくりをお手伝いします。ケアドッグ幼稚園、トレーニングや遊びなど楽しく過ごします。ケアドッグスクール、寄
本的なルールからハイレベルまで個性に合わせてトレーニングします。無駄吠え、トイレのしつけなど何でもご相談ください。日本ケアドッグ協会。猫ワン。猫ワン、そろそろお別れだよ。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。また見てね。